10レース11レースと勝ち上がりメンバーは世代交代を連想させるものがあります。ただ12レースの準優勝戦には経験豊富なベテラン選手も多く名を連ねております。そこに対して新時代の騎手桐生純平がどんな動きを見せるのか、12レースの準優勝戦を迎えます。1号艇桐生純平、2号艇西村勝、3号艇平石和夫、4号艇中澤和志、5号艇堂原博文、6号艇中村博信、以上6名による12レースの準優勝戦です。圧倒的1番人気は言うまでもなく桐生純平、埼玉の絶対的エースです。2連単は1-2、1-3、1-4がそれぞれ3倍台で拮抗した人気になっています。2コースは西村、指定でワンツーなるか、そして3コースに向かっている平石、日ごとにパワーアップしております。4コースの角には4号艇の中澤、角の利点を最大限に生かしたいところ、その中澤が攻めれば当然5号艇堂原、5コースにもチャンスが回ります。6コース中村、スリット勝負で活路を見出したいところ。枠なり3対3、体型インコースから1番2番3番4番5番6番ですスタートしました。4コースの中澤は少々へこんだ。1コース2コース3コースはほぼ横一線です。一周一マークの旋回です。桐生純平がインから王道の逃げ体勢、縦を完封しました。早くも独走状態。注目は優出権をめぐる2着争いでありますが、3号艇の平石がわずかに前です。さらには西村、そして中澤というところが続いて堂原、中村遅れを取りました。スタート正常で一周二マークの旋回です。ぐーっと内側からボートを伸ばしてくる中澤、これは窮屈な旋回になりまして、冷静に3号艇平石が百戦錬磨のさばきで差し返しています。4号艇の中澤3番手、直後には堂原、さらには2号艇西村とつけています。最後方が中村博信、前提2周目に入っています。先頭は独走状態1号艇桐生純平、今2周の1マークを回りました。2番手には3号艇平石です。3番手は4号艇中澤と5号艇堂原の勝負になりました。2号艇西村遅れを取りました。5番手の位置、最後方は中村博信であります。圧倒的なそんな旋回力、1周1マークでは縦を完封しました1号艇桐生純平、2周2マークをトップで回ります。2番手には3号艇の平石、そして4号艇の中澤と続いております。レースはこれから最終周回です。どんなにぶっちぎってもコーナーは全力投球であります。1号艇桐生純平、2番手は3号艇の平石、4号艇の中澤和志と続いて最終周回第1ターンマーク、1号艇の桐生が回ります。2番手は平石、そして4号艇の中澤の追い上げでありますが、体勢変わりません。定間もほとんど縮まっておりません。これから最終コーナーに向かいます。これで優勝戦は2号艇黒いユニフォームを着ることになります1号艇桐生純平です。2番手は3号艇平石、こちらはその優勝戦6号艇から外からチャンスを狙う競争になるんでしょうか。4号艇の中澤3番手、1-3-4の3連単は8倍、先頭1番桐生ゴールイン、3番平石ゴールイン、4番中澤ゴールイン、5番堂原ゴールイン、2番西村、6番中村の順でゴールイン。